今回はスペシャルなお知らせをさせていただきまして、はい、その後に前回この前ね、うん、いただいたネシアさんの素晴らしい血統の幼虫ですね、この子たちのも、ね、禁止に妥協してないクワガタムラさんの禁止に投入していきたいと思います。はい、はい、なのでまずはお知らせですね。そうですね、はい、お知らせから発表していきたいと思います。レッツゴー。はい、ちょっとレッツゴー違ったかな、すいませんでした。はい、はい、今回はですね、はい、おかげさまで、おかげさまでチャンネル登録者5000人、5000人様達成いたしましたね。本当に皆様も本当にね、0人から始まってありがとうございます。いやー、ここまでどれぐらいですか、2年ちょっとですか、かかりました、まあ、ゆっくり地道にね、はい、やってきて、はい、5000人というね、大台ですよね。大台です、夢見てましたから、5000人本当にずっとここまでなるとは思ってなかったですね、正直。最初の頃はね、まあ、夢はでっかくはあったけど、やり始めたら、うわーってなって、いや1万人もすら無理じゃんっていうところから始まってるから。そうなんだよね、やっぱりそのやり始める前に見てた YouTuber の方々っていうのはやっぱり何十万人とか、そうそうそう、何百万人とかね、登録の人しか見てなかったから、そうまあね、1000人とか、ね、レブラーはすぐ行くんじゃないかなぐらいにね、軽く思ってましたよね。思ってた、舐めてたね、何度も心を折れかけてましたよね。折れてました。100人でもめちゃくちゃ大変だったから。そうだね、いやー、もう本当ね、もちろん私たちもいろいろやりましたけど、本当に昆虫の、昆虫好きの皆さんにすごく助けられてここまで来たっていうのが今のヨネちゃん TV だと思ってます。そうですね、やっぱりやったことで人生は変わりましたよね、だいぶ。本当に変わった、もう360度私の周りの世界は変わった。一周しちゃったじゃん。どういうこと、180度。そうだね。一周したら戻っちゃうか。戻ってきた。また戻る。やめてもらっていいですか、動画でもやらかした、すいません、いつもライブでやらかすけど。すいませんでした。もう本当にすごく変わったことが言いたい私は。わかりますよ。もう本当にね、人の温かさとかね、優しさも本当いろいろ本当に感じてる。はい、なのでね、ぜひぜひ恩返しというかね、そうです、そうです、皆さんにね、こうもっともっと、まあ、いろいろ今ね、コロナだったりいろいろ暗いニュースもいっぱいある中で、ほんの少しでもヨネちゃん TV を通して笑顔になってくれる方がちょっとでも増えるといいなっていうことで、はい、今回ね、5000人達成のプレゼント企画を、プレゼント企画、プレゼントライブ、そうですね、プレゼントをね、ちょっと考えさせていただいております。はい、はい、でも本当にね、まあ、皆さんに行き渡ればいいんですけど、やっぱりね、なかなかそこは難しいところもありまして、で、まあ、どういったのがいいのかなっていうのをまあ考えてたんですけど、まあ、我々も日々ね、仕事やら育児やらある中でやってるので、まあ、集計とかそうなんですね、そういうことがなかなか難しくなってきているので、本当にね、まあ、来れない人には申し訳ないんですけど、ライブで、大抽選会みたいな形で、やらさせていただこうかと思います、で、一応、まあ、ヨネちゃん TV 5000人達成ライブウィークみたいな感じで、9月の
15日火曜日が第1回目、はい、で、15、17、19、はい、この日程で3回大抽選会、はい、やろうと思います。はいはい、時間はいつものライブの時間ですかね。そうですね、まあ、大体10時ぐらいになっちゃいますけど、うん、はい、もう子供たち寝かしつけてからになるのでね、はい、10時前後ぐらいで思っておいていただけると。すいません、あの、はい、生活がありますので、はい、子供寝かしてからっていうところと、はい、そうなんですよ ね、そこはご理解いただいて、はいはい、ちょっとね、遅くなっちゃうのでね、うん、来られないよって方も本当いらっしゃると思いますがね、はい、その時はぜひその時だけはちょっとだけ、うん、来ていただけると楽しめるかなと思います、はい、うんうん、でまあ、以前ねゴールデンウィークで、うんうん、お祭り抽選会、なぜかお祭りをやったというのがやったね、あったんですけど、まあ、あれすごかったよね、よくやったよね、あれ、うん、毎日抽選会しかもめちゃくちゃ豪華だったね、めちゃくちゃ豪華だった、うん、そう、まあ、今回もね、あんな感じでね、はい、まあ、どんなものが出るかっていうのは、うん、ちょっとまだいろいろ検討中だとか、まあ、ね、提供するよとか言ってくれてる方もいらっしゃるので、そうなんですよ、もう早速ね、うん、もう送ってきてくださってる方、実はもう届いたりしてるんですよ。そう、 そうなんですよ、素晴らしい子が来てますので、なんでね、本当に、はい、まあ、そういった整体だったりだとか、うん、まあ、うちのグッズの詰め合わせだったりだとか、うんうん、まあ、あとこの前4000人の時にやったオリジナルグッズ作るよ的な、あ、ね、はい、T シャツだったりマグカップだったりね、それをなんか自由に、ね、できる範囲で作りますよとっていうのもありましたね。そう、うん、なんでそういったものをね、大抽選会という形で、はい、日頃の感謝を込めてですね、はい、はい、みんなで楽しんじゃおうっていうね、はい、そうです、はい、ワイワイやっちゃおうぜっていう、ありがとうございますっていうやつです。本当そう、はい、はい、なんで、うん、もう一度日にちを言うと9月の15、はい、17、はい、19、この3日間、はい、何曜日、火木土ですね、はい、いつも火曜日にライブやってるんで、うん、そこからスタートっていう形 で毎日が結構、そうですね、動画の投稿もあるのですいません、ね、一日おきぐらいな感じで、そうやっていけるといいかなっていうところでね、はい、うん、ですね、なんで3週目になるのかな、3週目にお祭りウィークと、お祭りウィーク楽しみにしててくださいね本当にね、頑張っちゃうから、うん、頑張っちゃうから、うん、はい、うん、あれも出しちゃおうかな、あれね、うちと言ったらみたいなあれですかね、あれ出しちゃおうかな、いい具合にね、うん、ですね、はい、はい、なので楽しみにお待ちください。はい、お知らせは以上でよろしいですか。大丈夫です、はい、では次は最初に目次お伝えした、はい、オクワガタの、はいはい、幼虫投入に移っていきたいと思います。はい、はい、これこでレッツゴーでしたね、うん、まあ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 、それではレッツゴー、やるよ。はい、この子じゃあ A からいこうかな、ですね、はい、A は、うん、親が、オスが 86.0 でかいね、ネシアさんの884血統、うん、メスは 51.2 の、うん、子です、幼虫です。なるほど、はい、やってきますよ。でも十分でかいですからね、本当にでかいよねえ、半端ないですよ。この前は本当にね、うん、レコードケットそう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 、でかかすんでしまった部分はありますけど、そう、それでも十分ですからね、めちゃくちゃね、すごい子ですよ、うん、いや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 、もう本当に楽しみですね、もう今後この幼虫たちがですね、うん、この子たちはまだグラムは測らんかな、うん、うん、
入れてってますね。早速上にいるんで、もうなんか頭のでかさを感じる気がする。そうだね、うん。なんで匂い嗅いだ、うん、結構無臭に近い。こんな感じでいいですか。はいはい、 A です。 OK、 次この子ももう上に来てますね。じゃじゃん。これも重大ですよ。涼介くんの顔は潰せないので。本当ですよ。そう、しっかりやっていかないと。はい、次、はい、C ですね。 C は何ですか。 C は親が85、うん、でかい。メスは50。早期50って書いてある。早期で50なんだね。ちょっとまだまだ伸びしろを感じるじゃないですか。うん、うん、A ラインと C ラインってことですね、涼介くんのですね、うん、何ライン持ってんだろうね。めちゃくちゃ持ってそうじゃない、うん、あ、いたいた、一番下の方にいた。元気かな、うん、大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。よいしょ。まだ小さくて可愛いですね。どれぐらい大きくなるか楽しみだね。だね、うん。あ、この子上の方にいる。ほら、ここちょっと大きいか。ちょっとお尻大きいね。うん、うん、こんな感じです。うん、はい、これぐらいの大きさなら巻かれることはないね。ですね、うん。オッケー、はい、きっちりきっちり OK です。はい、はい、火星。あとはラベルを書いて。そうですね、はい、また動画外でやりましょうか。書いておきます。はい、いや楽しみですね。ですね、うん。ヨネちゃん TV。 はい、おお。こんな感じでね、はい、はい、お知らせと大クワガタ幼虫を入れさせていただきました。はい、はい、もう一度日にちを覚えてますか。はい、覚えてません。13、ね、9月15 15 17 15 17 19、カー、モク、ド、はい、はい、10時、ね、10時で、ゴロで、はい、約10時でお祭りをしましょう。はい、はい、楽しみに皆さんのご参加お待ちしております。はい、はい、じゃあ今日はこんな感じでよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、では、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。お祭りわっしょい。わっしょい。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。